おかえり。昔から音楽には興味なかったんで。気づいてた？私が生きがいを失っていたことに。財政が赤字の中、音楽で街は潤いません。こんなオケとっとと終わりにしちまえ。引き受けてくださらないと、うちのオケは潰れてしまいます。この際やりたいこと全部やって派手に散りましょう。運命かもしれませんね、あの人が指揮するってことは。もう逃げません、音楽からも娘からも。日曜劇場さよならマエストロ、1月14日スタート。アパッショナート、ときめく時を TBS。